はい、朝一です。今日も一日脳のリミッター外してワクワクだらけでいきましょう。いやー、持ってる男なんですよ俺。これをいつも聞いてくださってる方はうすうす気づいてるかもしれませんけど、俺持ってる男なんですよ。今日来ましたね。銀行行ったんですよ。大事件ですよ。銀行行ったんですよね。ちょっと住宅に関するなんか重要な書類がなんかどっこ探しても見つからなくて、あ、そういえばもしかしたら銀行の貸金庫に入れたなと思って、ほら俺ぐらいになると貸金庫とか借りてるからそんなこと言うのもおかしいんだけど、で貸金庫に入れたかもしれないと思って開けに行ったんですよ、貸金庫久々に。で開けてみたんですよ。貸金庫の中にはまあやらしい話ですけど、現金を入れていたんですね。まあまあバサッとしたぐらいの量ですよ。で確か住宅の重要な書類も一緒に入れたかもしれないと思って行ったんですよ。開けたんですよ、バカって。何にも入ってないんですよ、金庫の中に。あのね、笑いましたね、その瞬間。何にも入ってないんですよ、金庫の中に。バサッとした現金が。もちろんその住宅の書類もなかったんですけど、何にも空っぽなんですよ、金庫の中は。来たーと思って。で、もうすぐ貸金庫出て、銀行の方に、人に、貸金庫の中に何も入っていないんですけど、って。マジですかみたいな話から始まって。で、俺まずその瞬間に、あ、まず一番最初に疑われるのは、俺が入って、自分でお金を出して、自分のこう、どっかにこう、隠して、で、なくなってるって騒いでるっていうのは、まず疑われるなと思ったんですよ。これはもう直感で思ったんですよ。だから、もちろん貸金庫から出て、銀行の外にも出ずに、貸金庫のあるフロアから出ずに、貸金庫出たところにいる人に、この話をしたのね、公認さんにね。で、本当ですか？もう一回確認しましょうと言われて、その人と一緒に入って、金庫開けて、本当にないと。で、俺このフロアからも出てませんし、ましてや貸金庫の中には監視カメラはないんだけど、貸金庫の外には監視カメラがあるんで、監視カメラにも映ってますよね。僕何も持ち出してませんよね。ちゃんと持ち出してません。私も見ていませんし、私も確認しましたって話で、さあなんでなくなったんだって話ですよね。で次の段階は銀行の人が大変恐縮ですけどもみたいな、まあ当然それは疑われるなと思って、本当に入れましたって言われて、いや本当に入れました。で次はじゃあこの貸金庫に入るときにはこう貸金庫のカードをこうカシャって入り口のカシャって通すんですね。そうするとブーンと開くんですね。だからこのカードを挿した履歴があるでしょ、ここに。だからこのカードの挿した履歴を調べてくださいよって言ったんですね。で、俺カードを挿した後に中に入ってって鍵を開けるんですけど、カードと鍵はもう別々な場所に置いてあるんですね。まあカードは自宅、鍵は会社に置いてあるんですよ。だからセットで盗まれたってことはありえないんですよ。だからこのカードの履歴を調べてくれって言ったら、調べましたっつって、そしたら開設した、まあ3年ぐらい前かな、開設した日と今日と、あと間に1回だけ開けた日があるんですよ。絞られた。これ絞られたと思って。で、その前に、まず1個ふっと思ったのが、あ、うちのかみさんがそーっと俺に気づかれないように出して使ったなってのは思ったんですよ。でも、まあそれはまあねえなと。だってかみさんに暗証番号も教えてないし、だってカードと鍵は1個俺のオフィスにあるんだからかみさん取れないしまあうちのかみさんちょっと余談だけど、なかなかな鬼嫁っていうのは、まあ聞いてくださってる方はご存知かと思うんですけど、1個だけ鬼嫁エピソード余談なんだけど、ほら冷蔵庫にストロベリー、イチゴがあって、イチゴ、どっち、俺方言なんてよくわかんないんだけど、ストロベリーがあって、俺が、あ、美味しそうだね、このイチゴって言ったら、それとっても美味しいからさ、食べないでって女ですからね。私と子供が食べるから食べないでって女ですよ。普通だったらさ、それ美味しいからどうぞ食べて、一緒に食べようじゃない。それ美味しいから食べないで。あ、奥の方にちょっと古いイチゴがあるから、それから食べてって言われて。
まあまあそういう女なんですよ。まあそういう女ってこの一言で語っちゃいけないんだけど、にしてもさすがに俺に内緒で俺のオフィスに俺に分からず行って、しかも鍵をしまってあるカードどっちだっけなを探し出して、知らない間に開けて知らない間にとぼけてるような、そんな女ではさすがにないと。神様が盗んだもまあないと。ただもう日にちが決定したと、開けた日が。でその日分かった、じゃあその日俺が何をしていたのか、ちょっと一旦家に帰って確認しますって家に帰ったんだよ。あとさ、そのバサッとしたお金をさ出したらさ、絶対もし俺がさ、次思ったのは、もし俺がもう無遊病じゃないけど自分でお金を出したのに完全に忘れてるっていう可能性も、まあでもそんなんないよね、だって記憶障害もないし俺別に。でもし銀行から、貸金庫からそのお金を出したら絶対その銀行の口座に入れてるはずじゃん、なんだか分かんないけど多分出したら入れるじゃん、なん持って帰んねえし俺絶対。でその銀行の口座を調べてくれって言ったら、もちろんその日付にそんな金額入っていないんですね。でじゃあ俺一旦その日何をしていたか家に帰って調べますっつって家に帰って調べたら、その日に手帳っていうかスケジュール帳にシンガポールって書いてあるのよ。俺この日日本にいねえと思って、来たーと思って、でちょっと今調べてるところ、何時の便で着いたんだろう、日本に着いた日なんだよな、何時の便で着いたんだろう、そしてその銀行のカードは何時何分に開けられてるんだろう、ちょっと今リサーチ中なんで、また追加報告しますんで、お楽しみに